打倒共鳴に燃える松葉台高校ボクシング部。その最中に起きた事件。今回のお話は、共鳴高校との練習試合が行われる中入ってきた部員による不祥事の連絡。連帯責任を負わされ、部活動は期限未定の活動停止となり、部員と問題を起こした西条の間に亀裂が入ってしまった。そんな中桐沢は、他の理由を探し当て、西条が相手側のいじめを黙認しなかったことが明らかになりました。彼を許せない部員たち。理由を聞いて彼を受け入れようとする者。ちゃんと謝れない西条。次回第8話は、物語が最終章へと突入する。松葉台高校ボクシング部ナンバーワンの実力者で、エース候補だった西条桃介。素直になれない性格が災いして、問題を起こした以上に部員たちから反感を買ってしまい、完全決裂する。部活への復帰が見通せないと諦め、その場を去った西条を、コーチの言葉に触発された一部の部員らが追いかけると、彼は、その場で倒れ込んでしまった。彼は、ボクシングをする上で、致命的な傷を抱えてしまったのだ。脳の動脈瘤は、万が一破裂してしまうと、障害が残ったり、最悪の場合は死に至ることもあるため、ドクターストップがかかり、西条は、ボクシングを断念しなければならなくなった。まだ1年生の彼に降りかかった非常な運命に、顧問の折原先生も心をかきむしられ、平常心ではいられない。そんな彼女をなだめた桐沢は、西条と一緒にボクシングをやりたいと思い始めていた部員たちにも、コーチとして、そして桐沢翔吾として、現実を受け止めろ。どうにもならないこともあるんだ。と告げた。桐沢自身も網膜剥離でボクシングを諦めざるを得ない状況を経験し、どうにもならない現実に葛藤してきたからこそ、今の西条を自分と重ねてしまい、やり場のない複雑な感情に苛まれる。さらに、このタイミングで、桐沢にはしおりの兄、井村の後押しで、焼き鳥店再開のめどが立ち始めていた。店を再開すれば、新しく手に入れた生きがいであるコーチを続けるのは厳しくなると考え、桐沢の心の中は、人知れず、激しく揺れ動いていた。人生の選択肢を迫られることになってしまったのです。一方、西条はというと、まるで吹っ切れたかのように笑顔さえ浮かべながら、演劇部に入部したことを桐沢と折原に報告する。しかし、早々に気持ちを切り替え転部した西条のことが引っかかり、ボクシング部員たちは練習に集中できないでいた。そんな彼らに桐沢は、残りのメンバーだけで宿敵、共鳴高校に勝ち、インターハイに出ることだけを考えようと鼓舞し、彼らもまた気合を入れ直して練習に励む。そんなボクシング部を西条はこっそり覗き見していて、予期せぬ状況が続く中、人生の岐路に立たされることになった桐沢と西条は、新たな未来へと向かうため、大きな決断を下すことに。また、密かな恋心を募らせる折原も、桐沢への思いを、ついに解放する時が来るのか？共鳴高校との練習試合が始まり、インターハイ予選のリベンジに燃える水野や、部員のみんなの熱い眼差しに、心打たれました。水野のリベンジマッチを見たかった視聴者も、多いのではないでしょうか。部員のみならず、
視聴者も敵に回しかねない西条の行動ですが、本当はいじめられてる同級生を守るためでしたね。家庭環境もあまりいいとは言えない状況の中育った彼は、入部早々から生意気な態度が目立ち、問題が起きれば納得されるのも仕方ないように振る舞っていましたが、根っこはとてもいいやつでした。しかし、部員の怒りはそう簡単に収まるものではありませんでしたね。桃助不在の中、部員同士で話し合うシーンでは、皆さん演技にも熱が入っているようでした。いじめやトラブルは、部活動や学校生活にはつきもので、あのような話し合いを経験したことがある人もいたのではないでしょうか。また、桃助が入ってくるなり、玉乃井、水野を筆頭に、喧嘩越しで攻め立てたことで、西条も素直になれず、交渉は決裂したかと思われましたが、彼の運命は予想外のものとなっていましたね。今回のお話のあの事件の一番の被害者は西条なのかもしれません。ボクシングに没頭していた彼にどうして病魔は襲いかかるのでしょうか。人生不平等ですよね。ですがこの展開、どこかで見たり聞いたりしたことはありませんか？そう、明日のジョーです。漫画の発売やアニメの放送から50年以上もの歴史を持ち、聞いたことがない人はいないのではないかと思うくらいの超有名漫画。その中で、主人公矢吹ジョーのライバルである力石を皆さんご存知でしょうか？少年時代に出会った二人は、お互いをライバルとして認め合っていましたが、試合中、力石はロープに頭を強打したことで、後々リングの上で突き果ててしまうという人物。彼もまた、ボクシングに熱い男です。今回の最後の展開は、まさしく同じで、リングの上ではないものの、頭を強打したことが原因で倒れるというところは似たような流れでした。このドラマは、良くも悪くもドラマの王道を行ったり、ベタな展開が多いですよね。予想がついてしまう分、物語に新鮮味はないものの、皆さんの熱い演技が、見ている人の心を震わせます。ついに次回からは最終章に突入していきますが、残りの展開は視聴者の想像を裏切るような予想できないストーリーになることを期待してしまいますね。また、もどかしくも徐々に距離を詰めている折原先生の大人の淡い恋心が実ってほしいと思いました。今回は西条がメインのお話で、これまでの彼のイメージがお話を通して変わりましたよね。部員たちも同じ気持ちになり、最終回までに共鳴高校を倒してほしいです。そして、桐沢に待ち受ける人生の選択肢の行方が気になります。次回第8話も拡大スペシャルでの放送となります。6月2日放送の第8話。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。